皆さんこんにちは、カンタです。前回気づいてなかったんだけど、この猫シミュレーター猫 Z の真下のところにレベルとかね、スピードとか書いてありました。これ成長要素、失礼、変な噛み方した。成長要素がね、こんな感じでしっかり書いてあるんだよね。今日何で行こうな。このブサカワ系で行くか。ミッション11からな。行こう。行くぞ。少女を追いかけろ。少女がいるのか。わかった。少女どっち行った？少女どこ行った？あ、いた。またんかい。またんかい。お主はあれか。犬派か。お、音楽が変わった。前回の動画の方を見てない方は知らないと思うんですけど、なんか動画のというか、ゲーム音楽が変わりました。すごい緊迫感あふれる感じだね。で、どうしたらいいのこれ。なんか今日よく噛むな。ごめんなさいね。聞きづらい方という、もう本当によく噛むな。申し訳ない。あ、少女強っ。車バカハンだったよ、今。どんだけ頑丈なの。これは少女を倒すと終わりになるのかな。いや、しかし逃げ足なかなかのもん持ってんな、あいつ。見事じゃ。くらえい！あれ？くらえい！あれ？え、全然くらった？くらった？あ、割と可愛いんだけど、この子。なんだろう、飼い主かな？ソウルクラッシュ。ソウルクラッシュやってないな。広告がこれね、5秒間は消えないやつなんだよね。なのでちょっとね、一緒に見ていきましょうね、これね。あれ、消えた。にゃんこ無双。何その面白そうなの。音楽が変わった、また。かっこいい。無双ゲームか。あー、吹っ飛ぶね。めっちゃ吹っ飛ぶね。体もでかくなったね。よっしゃ、いけ。やっちまえ。無双だ。猫無双だ。面白すぎるだろ、それ。ほらほら、おいったー。いや、痛くはない。なんせ寝込むそうだからな。やってくるやつ皆蹴散らす。ちぎっては投げ。で、あ、100体やんなきゃいけないの？結構大変ね。まあでも、それなりにゾンビやってきてくれてるから、まあ、もう道行く人たち全員ぶっ倒す。そんな感じでいけばいいんだろう。ちなみにこの世界、普通の人はみんないないんだな。それを猫が駆逐していくっていう。さすが猫 Z だよね。ちょっとどういう世界観なのか知りたいところなんだけど、まあ聞かぬが花というやつかな。聞いたところでっていうのもあるしな。すげえ面白い設定とかありそうなんだけどね。制作者さんは何を思ってこれを作ったんだろうね。やっぱりゴートシミュレーターにインスパイアされたのかな。まあ、ゴートシミュレーターはゴートシミュレーターでさ、ゴー Z っていう感じのね、デイジーリスペクトな感じのダウンロードコンテンツも発売しててね、あれも面白いからね、興味ある方見てください。僕も2本ぐらい動画出したような気がします。ジャンプだ。うおーい、めっちゃジャンプした。何これ、やばいぐらいジャンプしたな今。そんな大ジャンプ機能はないはずなんだが、まあね、車との合わせ技でそんなこともできるんだろうね。どうだ、あの辺にたくさんいるな。よし、やってやるぜ。くらえい、空中大落下。いやー、吹っ飛んだね。いいね。こっちも行くぞ。よしよし、クリアした。いつの間にやらクリアした。よし。猫様を崇拝するがいい。あ、広告入った。結構広告入るんな。いや、いっぱい来るよね。これ、ステージクリアしてからでもね、割とこう、できるっていうね。よし、次行くぞ。空からゾンビ。どれ？おう！もうこれ、じっとしてればいいんじゃないか。何これ？なんかさ、AT フィールド貼ってあるみたいじゃない？この猫様の周り。ちょっとだけなんかほら隙間があるんだよね。すごいな、やっぱ猫は万能だな。もうこれ多分動かなくていいやつだわ。いやー、すごいわ。猫最強伝説開幕ですわこれ。もうもはや降ってこない。あー、吹っ飛んだ。あ、車かな。まあ車だね。もうね、何一つ移動する必要がないんだよねこれ。顔毛づくろいしてるよ。あー、崇拝してる。猫信者だな、この子は。うむ。ゾンビになってからも、その、猫信者であることを、変わらなく誓い続けてるあたり、見込みがあるわな。はいと。延々降ってくる。お、車とゾンビが増量中。なんか面白そう。
どれどれ、車がたくさん来てどうなるの。車と車に挟まれてみたいよね。車と車がぶつかったらどうなるんだろうね。キル、あ、20体はキルしないとダメなんだ。これボクサーか。いや肉屋だな。おーおお。ほら、ちょっと避けよう。車いっぱいって言ってもまあ知れてるな。なんかそれなりに広いからな、このマップもな。ほらほら、まあとりあえずノルマ達成しようか。あー、なんか事故ってるわ。うん、見た目がなんか騒がしくて楽しくなったな。お、この人何？社長？社長か？違う？そうでもないな。社長って感じでもないな。うん。猫教の信者はほんと一目瞭然だな、これ。他の人たちもね、見習いなさいよ、これね。これぐらいね。ほらほらほら、あいたーん！ステージクリア。あいたーん！サンドイッチだな、サンドイッチ。1万点稼げ。了解した。あ、またでかくなってる。なんかね、時々思い出したかのようにでかくなるんだよね。なんか、なんなんだろうね、この、時よりでかくなるっていう謎の現象ね。よっと、おー、またジャンプがでけえ。そんなにでかいジャンプするつもりなかったのに。えい。えい。あれだな、アイテムを探そう。なんかね、ドラム缶とかを叩くとさ、結構スコア伸びるんだよ。ゾンビだとね、100ぐらいしか増えないんだけどね。お、この辺この辺。これ増えるんじゃない？あー、大して増えないな。この辺は大して増えない。お、あのドラム缶、吹っ飛ばそう。あれプラス1000ぐらいもらえるからさ。これ連鎖させたら、あれ？もらえないな。もらえてないな。修正入ったか？そんな修正入んのかな？ほらほら。もうちょいだな。これで終わりだ！角に追い詰めて、吹っ飛ばしまくる。お、上に乗れる。お、上に乗れる。ただ上に登ったところでゾンビいないからな。やっぱゾンビたくさんいるとこに行かないとな。ほい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 。いやー、猫最強。次は何が待ち受けているのか。割とね、このミッション内容も豊富でね、プレイヤーを楽しませようというところが結構あってね、僕好きですよ、これ。何これ？進撃の巨大ゾンビ？どれぐらいでかいの来んの？見上げなきゃいけないレベルか？どっから来る？どっから来る？どっから来んの？どっから来んの？ん？あ、来た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 ！ちょっと、こっちも立体起動装置を使ってさ、上空からさ、首筋の後ろを仕留めないといけないんじゃない？行くぞ！立体起動！あ、意外とジャンプ、壁ジャンプできるんじゃない？できないな。えい。いや、ちゃんと服着てんのね、君たち。うわー、いっぱい来たんだけど、いっぱい来たんだけど。いや、そら車もガクガクなるわ。これね、倒せんのか？プラス1000がめっちゃコンボ入るんだが。すげー、スコア伸びんぞ、これ。あ、クリアした、いつの間にか。ちょ、待って、もうちょい楽しませてくんない？このステージ。あー、終わったー。進撃の巨大ゾンビ面白。何？もっとワクワクさせてくれるやつがさ、待ち受けてんのこれ。犬を見つけろ。いやー、猫派だからさ、猫は、あ、犬はもういいんじゃない？もういるじゃん、すぐそこに。一瞬じゃねえかとね。一瞬じゃねえか。あ、4体見つけなきゃいけないの？こんにちは。君犬？犬か、本当に犬？あ、犬だな。犬犬。あと？あと2体ね。こう、もうね、やっぱね、犬だと危険だからね、こんなゾンビだらけの世界。猫じゃないと、この世界生き抜くのは難しいんだわ、もう。ちゃんと救出するからさ。よし、3体目。ちゃんと安全なところ行くんだぜ。はぐれ犬だな。ご主人様の元に帰んな。ここは、おーここはね、もう、ロンリー・ウルフな、いや、まあ、ウルフなのに猫とはこれいかにって感じだけれど、この猫様に任せるがいいよ。あれ？こっちじゃねえな。こっちだな。間違えた、間違えた。まあ、そういうミスもある。え、どこ？え、どこ？あ、ここだ、ここだ、ここだ。いや、ドラム缶の緑に紛れてわかんなかった。お、シベリアンハスキーか？好きなんだよね、これ。動物のお医者さんっていう漫画があってさ。
あ、残り 10% なんだけど、ちょっとまずいな。まあ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 、これ撮影してる間ぐらいは持つだろう、多分な。何？労働中か？映画？映画か？違うな。なんかの CM？ おお、戦争系のやつだね。最後までは見ない。さて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 、これ何すればいいのこれ。60秒か。お、犬だ。え、ちょっと待て、歯向かってくんのか犬。貴様、すくってやった恩を忘れやがって。ぶっ倒す。あ、違う、一緒に戦ってくれてるのか。おーい。何にもできないんだけど。あ、恩返しだ。ゾンビ倒してるわ、この犬たち。けなげだわ。ごめん、あんなひどいこと言って。君たちは盟友だわ。犬だけどな、犬だけど盟友だわ。親友と言っても差し支えない。一緒に頑張ろうぜ。その輪に僕も加えてくれないか。いや、一糸乱れぬ動きだな、これ。訓練されまくってるぞ。訓練された犬だな。一緒に行こう、一緒に行こう。面白いな、本当に。なんなの、この、本当プレイヤーを飽きさせないさ、多種多様な彩り、バリエーション。こんなすごいやること限られてそうなゲームでね、うまくやるよね、ちょっと。この、運営者さんね。この猫字作ってくれた人ね、尊敬に値しますね。犬と一緒にゾンビを倒せ。あれ？さっきのそうじゃなかったの？やっぱね、犬だ猫だってね、そんなね、種別で分けるだなんて愚かしいことですよ。やはりね、生き延びている生き物同士、力を合わせなきゃいけない。我々の力でこの町に平和を、平穏を取り戻そう。頑張ろうぜ。君の背中は僕が守る。猫だからってね、舐めちゃいかんぜよ。よしよし、背中は守る。安心して 前線を張ってくれ。後ろは任せろ。後ろのゾンビは任せろ。いつでも対応できるようにしておくからな。その代わり、君は僕の背中を守ってくれよ。よしよしよし、もう車だけはもうどうしようもないからね。おお、増えた増えた増えた、合流だな。ただなんでさ、また巨大化してんのこの子。巨大化の条件がよくわかんないよね。オッケーオッケーオッケー。ちなみにこれ、犬くんたちがキルしてるのもカウントに含まれてるのかな。含まれてる？どうだ？含まれてるな。含まれてるわ。すげえな。車も吹っ飛ばしてぞ、この犬くんたち。優秀すぎでしょ。おーっと。こっちいるね、こっちいるね。やってこうやってこう。僕の背中は任せたぜ。4体の力を結集し、やってやってくれ。犬四天王だな。さあ、ちなみに生き残りの猫はもういないのかな。お、逃げ延びたゾンビか。やっぱ強いんだな犬な。チームプレイはね、やっぱね、猫はね、犬に一歩劣るからな。猫って基本単独行動ばっかりだからさ、俺こそがナンバーワンみたいに思ってるとこあるからな。まあでもね、そんな俺様系猫であってもね、こんな世界の状況になってしまえば、みんなと力合わせるんだよ。おーい。おしおし、クリアした。ん、これで終わりかな。ちょっと、もういいから、もうゲームオブウォーいいから。はい、あ、終わりましたね。いや、ちゃんとやり込み要素もあるからな、これ。チャレンジってなんだろう。高得点を目指せ。まあまあ、高得点、フリープレイみたいなもんだな。これちょっと戻っとこうか。猫ビュー。これな。これタップで、お、レベル上がった。この猫ビューでレベル上げれるのかもしれないな。画面をタップすることによって、木箱を出現させられるんですよね、なんか。あれ？出現しないな。クールタイムがあるのかもしれない。連続では出現させられないんだろうね。えい。ほうほうほう。で、見つけ次第壊すと。ああ、これはね、こう穏やかな感じに見せかけておいて、実は訓練なんですよね。こうすごい気抜いてるように見えるじゃないですか。ただね、こう箱が現れた瞬間もボカンだよ。
こうゾンビ対策のための訓練なんだろうね、これね。これを積み重ねることによってレベルが上がっていくと、そういうことなんだろう。お、2つ出せた。コインって何なんだろうな、これ。右上に出てるんですけどね。あー、泣いてるね。ブサカワ系猫だね、この子はね。で、XP、経験値が溜まっていってると。で、これが溜まればレベルが上がるんだね。はい。ということでね、本日のところはこの辺にでおしまいにしたいと思います。いやー、猫字面白いですよ、これ。思った以上にね。興味ある方、気になった方、猫に癒されたい方、猫でゾンビをぶっ潰すというなかなか味わえないものを味わいたい方、興味を持たれたら一度やってみてはいかがでしょうか。ということで、本日はこの辺にてご視聴ありがとうございました。よかったらまた見てね。バイバイ。僕はまたこのフリーモードちょっとやっておきますよ。